はい、では、えー、タイトルコール5秒前、4、3、2、1。ねこるのデッドナイトスリープ。 はい、ではお願いします。はい、えっ、ー、と、時刻は0時半を回りました。グッドナイトスリープの時間です。えっ、ー、と、MC は、男の子系 VTuber の猫丸と、えっ、ー、と、スタッフの。はい、えー、え今日から私、<え> FM 議員の,のキャンが担当させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は、えっ、ー、と、埼玉の,あの私の自宅より1時まで放送します。皆様、最後までお付き合いください。 ははいいいお願いしますす、はい、えー、っとですねちょっとこの前言い忘れたんですけど、はい、あの男の子って多分なんかあの音声だけで言うとなんか文字が普通に、はい、あの男性男性ってだけだと思うんでなんか男の娘って書いて男の子って読むんですよっていうの言っとこうかなと思って <laughs> 結構僕もアニメ好きなのでよく知ってはいるんですけどねあ,あそうなんですか。はいとあるアニメの有名なサリフで あのーはい、猫耳が似合う、だがしかし男であるとか。<laughs> ななんてアニメですかあの、シュタインズゲートというアニメなんですけど。ああ、有名なやつですね。はい。あの、なんか、ハッキング・トゥ・ザ・ゲートをあのバンドでやったことがあります。あそうなんですね。はい、はい。ドラムやりましたいやいや。すっごい可愛いんですよね、またキャラクターが。<laughs> 可愛いですよね。可愛いいですよで。アニメの方見てなくて、曲しか知らなくて。 はい、一応キャラはは知ってます、はいだからもう <laughs> あのー、僕も実は全然、はい、あのー、そんな、あのー、格好をしてるわけでもないのになぜか女性に間違えられることがあって、はい、ああんか中性的な顔してますよねなんかい今もうおじさんなんで最近はないんですけどあそうですか <laughs> 20代の時はなんか女性に女性と間違えられる時があってびっくりしましたああじゃあ男の子なれるんじゃないですか メイク練習しちゃいけますかねいけそうですね。もっとしてあげたい。<laughs> いや、でも、最近声がもうガサガサなのでも、も <laughs> あ、そうですか。はい。ちょっと厳しいかなと思って練。<laughs> 練習すればいけそうな気がするので、こ <laughs> のうちもしかしたら見れるかもしれないということで。<laughs> ちょっとじゃあ、ご教授いただきましょうかね。わ <laughs> <laughs> かりました。じゃあ、ちょっとそういう会も設けましょう。<laughs> はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えっと、この番組は、えっ、ー、と、男の子ゲイ VTuber の猫丸が、男の子の秘密についてお話ししていったり、あの、アカペラで歌ったりする番組です。えー、この番組ではメッセージを募集してます。えっ、ー、と、メールアドレスは v、VTuber 猫丸 .gmail.com です。はい。じゃあ、えっ、ー、と、もう曲言ってもいいですかねはい、大丈夫ですよ。はい、それでは、ここで一曲お届けします。えっ、ー、と、コナミのビートマニアの ラブドゥーミーという曲です。聞いてください。<noise> <noise> あ今曲流れてる感じですかねあそっか聞こえないのか <laughs> <laughs> うん あと10秒で曲が終わりますはい話し始めカウントしましょうねはい5 4 3 2 1 2> はいえっ、ー、とお送りしてますこの番組はねこまるのグッドナイトスリープですえっ、ー、とこの後1時まで放送しますお相手は男の子系 VTuber のねこまると はい、えー、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。はーい、よろしくお願いします。あの、ビートマニアの曲だったんですね。あ、ビートマニア知ってるんですかもちろんですよ。よ<え>あの、のビートマニアが好きすぎて僕 DJ なっちゃった人間なんで。すごっ <laughs> ま、でも僕がやってた、あの、ビートマニアっていうのは昔のやつなので、ね。<laughs> あ、ラブ v ゥ to Me、昔のやつですよ。国権漫の。国権漫のえ、そうなんですか国権漫の,ンンの,のサードミックスに入ってたやつです。 ああサードミックスかー、フィフスが好きだったー。<laughs> ああ、そうなんですね。はい、フィフスもやってましたよ。やってましたああ、じゃあ、こんなところに共通点あったんですね。結構、そうですね。てか、五鍵盤からやってて珍しいから。あの五鍵盤の専用コントローラー持ってましたので。<laughs> おお<ー> <laughs> あれ家<で>、ちった,たまにカンボとするやつですよね。そう,そうです、そうです。もうガタガタガタやって。ディ <laughs> <の>スクが回らなくなるんですけど。<laughs> <laughs> でもなんかゲームセンターのよりなんか家のやつの方がなんかちっちゃいからなんかスクラッチがやりやすいですよね。あもう本当にそうですね。あんまり幅を利かさなくていいので。そう <laughs> そう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 。<laughs> そうなんですね。じゃあ、なんかちょっと後で <laughs> そういうのもちょっと聞,いてもらっ聞かせてもらって。はい。はい、よろしくお願いします、えっと。はい。よろしくお願いします。じゃあ、えっと、コーナーいっちゃってもいいですかね。はい、お願いします。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとエコをかけます。<laughs> 男の子の秘密教えまーす。はい。今週の男の子の秘密教えまーすのこんなやですが、えっ、ー、と、今回のお題は、あのー、男の子の種類について話そうと思ってます。一応なんか、キャンさんは、あの、男の子を知ってるってことだったんですけど、はい。 なんか種類種類ってどのくらいしてますかなんかいやーでも言うても種類があるっていうのを初めて聞いたのであ本当ですかはい男の子は男の子というジャンルだと思ってましたなんかまあ男の子とかニューハーフとかはいなんかあのいろいろあるんですけどなんかその分け私もなんか最初は知らなかったんですけどなんか下着女装とか はい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 首下女装とかはいはいはい <laughs> まああとは男の子と女装っていうのもなんか分けて言うんですけどはいなんかあとあの足足元女装とか <laughs> 足元女装あるんですよなんかあの、はい、足の部分だけあの毛を剃って、はい、なんかインハイとか履いてはい あの、スカート履いてあの、写真撮ったら、はい、なんか女の子っぽく見えるんで <laughs> なんかそれを足元助走に <laughs> うわ昔だったらできたかもな、はい。あ本当ですか今できないですかあのー、まあ今も、まあ、まあ多少だとは思うんですけどあの、僕、はい、陸上競技をしてたもので。 いくらも<の>はいはいはい、はい、結構ムキムキですかじゃあムキムキで結構足細めだったので、はい、ああなるほどあのー、人生初の忘年会はあのーはい、セーラー服を着せられて会いたかったお一人踊らされるっていうのをやりましたね面白いですね、はい、えじゃあおど踊れるんですね今もいやもう今は踊れないですよもう十何年も前の話なんで <laughs> <laughs> 私もなんか一応ダンス踊れるんですけど、はい、なんかラジオだとなんか披露できないなと思ってなんか、まあ、YouTube とかにはあ動画では残ると思うんですけど、はい、ここで踊ってもなんか視聴者の人なんか, <laughs> なんか曲が流れてるだけみたいな <laughs> 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 会いたかったは踊れないんですけど「あのフライムゲット」とか「はい、あーいいですねポるフォーチュンクッキー」とか AKB だったらやってましたね。はい はい。あと、ビートマニアの曲だと、ダイスケってやつやってました。ああ<ー>、ダイスケは覚えてます。覚えてますかはい。ダイスケ、踊れますよ。<laughs> ええー。はい。すごいですね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あの、僕の友人には、あの、はい、ちゃんと手の振り付けをしてダンスダンスレボリューションやる子がいたので。おお あそうなんですね、はい、当時はオタクだなってみんなにからかわれてたんですけど僕は隣で <laughs> あすげえやつって思って憧れてまなんかあのダンスダンスエボリューションのなんか好景気じゃないんですけどなんかダンスエボリューションっていうのが前あって、はい、なんかキネクトっていうのがついててなんかガチでちゃんと踊らないとだめなやつがあった。えー うわ難しそう, <laughs> そう難しいですよ難しくてなんか振り付けを覚えないとできないから、はい、なんかゲームセンターから消え去りました <laughs> そりゃそうですよね簡単にできるから,で、ね、だから簡単に誰でもできるからゲームが成り立つわけであってそうそうそうなんですよね <laughs> 確かに私はなんか楽しくやってたんですけどなんか言われてみればみたいな感じで、はい <laughs> なるほど。そうですね。はい。<laughs> ちょっと話それましたけど、はい。なんか、そうですね。あと、えーと、じゃあ、下着女装から話していこうかな。下着女装,着女装なんか、あの、格好は男性なんですけど、完全になんか、ブラジャーとか,とかっ、はい。とかだけ、あの、女の子物履いて、なんか、それで興奮するみたいな人がいるんですよ。 おーあ、そうなんですね。うん、うん、うん。でも、顔とかメイクまで作るわけでもなく。そうなんですよね。なんか、私は理解できないです。<laughs> <laughs> <laughs> いや、もう全然わかんないんですけど、まあ、そういう人も世の中いるってことで。あ、あ,<ー>あと、なんか、このコーナーの、なんだろう、なんか、私、いろいろ話すんですけど、はい、一応、なんか、私も、なんか、 完全になん,なんていうんですかね、ニューハーフではないので、はい、あの、もしかしたら間違ったことを言ってるかもしれない <laughs>。もしかしたら、なんかあと、この前もなんかホルモンについてとか話したんですけど、はい、なんか、あの、私の場合の話をしてるので、もしかしたら他の人だとちょっと違うことがあるかもしれないう,んいうちょっと言っとこうかなと思って。うんって感じですね。あと、えー、っとね、 首下首首下女装首下女装は、はい、この首本当に顔は普通のなんかおっちゃんなんだけど、はい、なんか服とかはあの、あと毛の処理とかはなんかちゃんとして、はい、なんか女の子っぽくしてる <laughs> っていうのがいるんですけど。はい 私もそれはちょっとよくわかんないです。<laughs> <laughs> もうどうせだったら顔まで作っちゃってよっていうのはありますけどね。そうなんですよね。でもなんか、顔作るのが多分一番大変だから、はい、なんかそこをなんか、やっぱね、なんかそういう首から下の写真を撮って、なんかネット、あツイッターとかにアップするのが多分楽しい <laughs> のかなみたいな感じはしますね。う なんか、あのー、この前そういえばあのうちの妹が FF14 のなんかイベントで、はいはい、みんながあのなんかコスプレしてるのを外人さんが歩いていくイベントを見てたんですけど、はい、明らかに男性だよねっていう人が女性の子のやっぱコスプレしてる率とかって結構高かったんであーそうなんですね、メイクとかもしてないって感じですかね。いや、メイクもしてるんですけど骨格で、はい、ああこの人<も>この人男性だろうなーとかっていうのはあるんですけど、まあ、でも人によっては本当に綺麗でした。 なるほど。はい。コスプレする人はさ、なんかどん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 レベル高くなってきてますよね。ですよね。なんか本当に <laughs> 本当に普段男の子してるのに、もうなんかもう完全に女子になる子も最近多いですもんね。はい、ああ趣味でやってるって感じの、はい。だからか、もう本当に体の下作るんだったら顔までやった方が絶対楽しいですけどね。絶対楽しいですよね。はい。 いやでも難しいですよ、なんか私あの、自分のメイクはできるんですけど、はい、なんか結構、人に頼まれることがたまにあって、はい、なんかあのメイクしてくださいって言われて、やってもなんかうまくできたためしかなくて、<laughs> なんかその人によってなんかメイクの仕方が違うんですよね、その人の顔に合ったメイクみたいな。はい、だだかからなん,かんちょっと私はまだメイクアップ 普通アーティストみたいになれないなと思ってます。<laughs> いやいで,でも、うん、自分でメイクするのも大変ですけどね。あー、そうですね、そうですね。鏡見ながらこうやって書いてくってここまあ最初ハロウィンだったんで、はい。も僕も顔面白塗りとかだったんですけど、はいはい。あれをやるだけでも結構大変でしたもん。やったんですか。はい。な何の何のコスプレしたんですか。あのー、姉妹局の FM 小沢のパーソナリティに。 はい、僕マリリン・マンソンってアーティストに似てるよねって言われたのでああそうなんですねあのマリリン・キャンソンってあだ名がついちゃって <laughs>、えー、じ,じゃあやってやるよと思ってそれをやりましたええー、そうそれ白塗りなんですか白塗りで目,目の方とか黒にしてとか唇も黒にしてみたいなおおカビも黒にして <laughs> はい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 で、胸にタトゥーシール貼って、えー <laughs> ちゃんとやりましたね。あいや頑張りました。そうなんですね。普段<て>普段メイクなんてやらないのに。私、あの、なんか東京はあんまりなんかハロウィン感がないなと思ってたんですけど、沖縄、はい、結構盛り上がってましたか、はい、えっと、チャタンも今回コンテスト復活したみたいなので、はい。今年は結構盛り上がったと思います。あそうなんですね。はい。<laughs> ちなみに、 はい、キャンさんって、はい、キャン豊と関係ありますか？キャン豊さん。はい。キャン豊さんって誰でしたっけ？あのー、ゴールデンボンバーの。ああ<ー>、はい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 。<laughs> あ、あのー、ゴールデンボンバーのキャンさんはですね、実は本当のキャンじゃないらしいんですよ。はいはい、ああ、実名は？はい。でお友達にキャンさんがいるらしくて、はい。その名前かっこいい、俺もーライって言って芸名にしたそうです。 だ <laughs> から実はキャンの「や」の感じが違うんですよね。ああ、なんかあれ完全に当て字ですよね。そう,そうです、間の矢「や」は弓矢の「矢にやってるんですけど、本当の「キャンは」はい、あの屋根の「や」なんです。ああ、そうなんですね、はい。でも変わってるのはそこだけなんです。<おい> <laughs> 人の名前をパクるっていう。<laughs> <laughs> そうなんです。すごいね、でも。はい、まあ、まあ 名前のおかげであの一発で顔と名前覚えてもらえるんでありがたいですね <laughs> そうですね <laughs> そうなんだそれとは関係ないんですねはいあとはなんか女装となんかニューハーフの違いみたいなのがなんか私はなんか前にネットで気になって調べたことがあってはいなんかお店で働いたことがあるとニューハーフって書いてありました <laughs> お店で働いたことまあそうなんですかねどう,すかどうなんですかねどうなんですかね私もなんかいまいち、でもなんかホルモンやってたりとか、はい、なんか何かしら体をいじってる人をニューハーフっていう、はい、っていう人もいるから、はい、なんとも言えないんですけど、はい <laughs> でも、それで言った、私なんかミックスバーっていうところで、なんか三日間だけ働いてたことあるんで、一応ニューハーフになるんですよね。<laughs> 働いたことあるって言ったら、それはそうですよね。基準は低くなるわけですからね。そう,そう、そうですね。はい、<laughs> でも、なんか、あんまり、なんか、心が、あ、まだ女性じゃないので。はい、なんか、せい、成人は男性なので。はい。なんか、ニューハーフっていうと、カードが立つなと思って。<laughs> <laughs> 男の子って言ってます。 だからなかこそ、自分の持ちようというか、自分がこれだって思ったものがもう本当にこれって感じじゃないですか。はい、そうですね。そうですね,ですよね <laughs> はい、はい、私は自分は男の子だと思うので、じゃあ男の子って言い続けます。はい、いやもうそれが一番だと思います。は <laughs> はい、はいちなみになんか、キャンさんはその男の子とか興味ありますか興味というかあの、ま、声には憧れます。はい、ああ、声ですね。 はい僕も歌とか歌うの大好きなのではいあの昔「あのバービーガール」ってディスコソングがあったんですけどはいあのデュエットソングなんで一人で歌えたらいいなっていうのがあったのであーあーありますねそういうのね、はい、で頑張って練習して一人で歌えるようになったんですけど <laughs> はい最近おじさんになったので声がガザガザになってきたんで <laughs> あでも前はできてたんですねまあ多少はいけましたね おお、ほっといたそうです爆笑取れるぐらいにはあ、爆笑取れるぐらいには、はい、えじゃあもうキャンさん女装した方がいい <laughs> でもあの声持続で喋るのは正直しんどいですあしんどいですかはい。なんか歌になるともっと難しいですよね喋るのよりそうですね歌、まあでも僕の場合は歌,歌の方が大変性かもしれないですあー本当ですか喋るのがきしんどいかもしれないです へえ、なんか珍しいパターンですね。なん逆が結構いるんですけど。僕の声の場合、普段の声は低くて、はい、裏声になるとめちゃくちゃ高くなるんで、はい、あ間がないんですよ。ああ<ー>、<laughs> はい、ちょうどその息を使いたいってところが使えないので、はいはい、はい、なかなか,そ,そ,かなそれがなかなかじ持続しないというか。うん,うんうんうん。わ <laughs> <laughs> かります。なんかそれ一番練習したいところですね。だから声出そうとした子供の声になっちゃうんですよ。 なるほど。なるほど。じゃあ、ロリボイスとかできるのかなロリ、ロリ、いやあのどちらかというとショタですかね。あ、ショタなるほど。あっていうごいきいます。ねありがとうございます。でも、できるじゃないですか。いや、でも、持続ができないです。持続ができない。まあ、でも、じゃあ、1曲歌えれば。 <laughs> いい感じですね。はい頑張ります。<laughs> じゃあ、はいうん、今日あの私その1曲 1>、はい、歌おうと思ってるんですけどそれ、はい、<あ>の <laughs> 男の歌なんですよね <laughs>、はい、<laughs> ちょっとなんか女声の話をしておきながらあれですけど <laughs> じゃあコーナーコーナーって今何分ぐらいですかこれあと5分で終了のお時間となるのでもう歌行<あ>った方がいいかもしれないですね。すあやめた方がいいいかもしれない 行ってもいいですけど、あと5分で放送終了時間です。はい。あじゃあ、じゃあ、スタイル流して終わりにしようかな。あ、でいいですか。はい。すいません。話盛り上がったので。はい。すいません。私も時間忘れてました。いえいえ、僕もちょっと失任しておりました。いや、楽しいですね。こういうお話、やっぱり。楽しいですね。なんかいろいろ趣味が合いそうで。 <laughs> はい、ぜひぜひ今後とも末永くよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。 はい、では、錆び終わりましたので、マイクをオンにします。三、二、一。はい。今日も早かっ早いもので、お時間となってまいりました。今日もあっという間の三十分でしたね。あっという間でしたね。<laughs> な<んか> <laughs> いろいろなんか、盛り上がっちゃって、ちょっと、コーナー、あの、歌うところ忘れちゃう。<laughs> すいませんでした。 いえいえ、もう僕がちょっと話をいろいろと脱線させてしまったので。まあ、いや、私も、私も先輩です。<laughs> この次から気をつけます。いや、僕も気をつけます。はい、<laughs> じゃあ、あれかなあの、次からなんか私歌う,歌う曲、結構音ゲーの曲入れてみようかな。あ、いいですね。<laughs> もしかしたら、キャンさんが知ってる曲が出てくるかもしれない。いや、結構でも、あの時偏ってたんで。 はい,はいはいはい。ロック系しか覚えてない可能性があるんですけど。あ、本当ですか。<laughs> はい。ーマニー以外はやってなかったですかポップンとか、ギターとか、はい、ドラムとか、まあまあ。ギターフリークスはやってました。あとドラムマニア。ああ。はい、あ,あじゃあもしかしたらその辺の曲をやったら、はい。ちょっと今度ロック系のやつを <laughs> ちょっと選んでみます。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。<laughs> はい。ありがとうございました。じゃえっ、ー、と、番組に参加してくれた皆様ありがとうございました。 お相手は男のおかげ VTuber の猫丸とはい、えミ、ー、キさんのキャンでしたはい、ありがとうございましたそれではまた来週同じ時間にお会いしましょうおつまるありがとうございましたおつまる <laughs> は<ー>い <laughs> はい、ありがとうございます。